赤星、赤崎、瀬尾、赤星の女子です。お願いいたします。はい、今回はタクメン .com さんより、スタミナ満点ラーメン鈴木さんですね、東京三鷹市にあるお店でございます。はい、中央線、総武線のね、三鷹、これ南口かな、南口のところから徒歩4分にあるお店なんですけども、ちょっと一癖ありまして、はい、お昼はですね、鳥国中華鈴木という、普通の鶏の出汁を使ったラーメンをやってまして、で、夕方以降にこの、鬼の陣になる鈴木になるんですね。ああ、はい、そんでね、これお店の特徴なんですけども、アリラン×二郎系というお店なんですね、アリランラーメンというのがありまして、これ朝鮮半島にある伝説のアリラン峠を、超えられるほどのスタミナがつくという思いを込めてつけられた千葉発祥のラーメンです。え、どういうこと？はい、千葉県でできたんです。はい、朝鮮じゃなくて？朝鮮じゃないです。準備をしないと。だから遠くの山、あそこでも超えられるぞっていう思いで作られたアリランラーメンと二郎系のコラボで一応できたという。珍しいですね。今メディアでも話題実は沸騰中なんですよ。はい、お湯も沸騰中、だし、なので、そちらのを、購入したということなんですね。はい、最後のニラも絶対に欠かしません。これがアリラン要素ですか？これアリラン要素なんです。でですね、ここに背脂、具材と実は書いてあるんですけども、はい、これちょっとね、メールが来まして、はい、誤りでしたと。あ、そうなんです。スープの中に全部背脂も入ってましたと。はいはいはい、で、これがあったんですが、ちょっと湯煎しすぎてね、油溶けちゃったんじゃないかという。やっぱ液体で入ってる。いや、そうだね、固形油はちょかなり少なくなっちゃってたんで、本当はもっとかなりマシマシの油もお店ではできる。あ、すごいビジュアルになるんです。まあ、でも二郎の野菜抜きで油をめっちゃ増してるみたいな、一杯にはなるはずなんですよね。とか言ってる間にいろいろやって、生卵の上にいいっすね、真ん中に着丼であります。こちらがスタマンそばですね。ニンニクマシマシの油かっこはてなというふうに、これが俺たちのスタバだぜ。なるほど、スタバですね。最初からね、スタバがね、スタバしましたから。スタバが、ん？スタバしました？スタバが閉まってたから。あ、スタバが閉まってたって言ってたんですね。あ、そうです。はい、すいません。変なこと言っちゃって。滑舌に。ごめんなさいね。すいませんね。滑舌も言ってる意味もよくわかんなかった。すいません。ね、ラーメンの方行きましょうか。はい、ラーメン行きましょうか。そうですね、スタバはまあまあいいですけど。スープから。はい、いや、美味しそうですね、本当にね。はい、ありがとうございます。アリランスープ初体験でございますよ。どういう味なんでしょう。これがですね、もう下の方から突き上げるようなですね、うま辛ニンニクの感じなんですね。もうさら、スタミナ味と言ったらいいのかな。朝鮮系だから辛い唐辛子ね。あ、まあ、イメージは朝鮮系だけども、千葉県らしい。ああ、そうか、そうだ、ややこしいな。朝鮮半島にはない料理らしいですよね。関係ねえんだ。関係か。イメージで作ったらしいんで、ただまあニラと卵を組み合わせただけでもうまい。そこに麺も加わってくるんでね、こいつは神っす。はい、まあ、マイルドになってそうですね、なんか卵黄で。あ、まあまあまあ、そうね、とろけるうまさもある、まあ、バチバチにこのスープが絡んだ麺ですね、ぜひとも体験してほしいと思うんですね。さあ、そして豚ちゃんなんですが、ステーキみたいに赤身のギュチ感がある、まあ、牛っぽい食感だったんですけども、まあ、れっきとした豚です。でしょうな。まあ、多分牛っぽくはないんだ。いや、牛っぽかったんですよ、本当に。牛っぽかったんです。天を仰ぐうまさでございましたよ。ね、さあ今回は桃屋の刻みニンニクを使っております。ニンニクはチキンエキス、胡椒、塩などなどで味付けしてある、まあ、ザクザク感が肉醤油。そのままいただいても美味しいんですけども、スタマンそばにはとんでもなくマッチしました、これ。ニンニクうまいからね、これ、マジで。そのままビールのおつまみとかでも結構合うんだろうなと思う。あ、そうよ。うん、他にもね、この刻みニンニク種類あるらしいんで、どんどん使っていきたいと思います。決意の拳が。さあ、ここでですね、ご飯です。あら、はいはい。実店舗では結構このご飯と合わせる人多いらしいんで。あ、そうなの。赤崎ライスをちょっと拝借してみます。あ、確かに僕が買ったやつでしたよく気づきました、その通りなんですね。
チーズはお店にはないんですけども、まあ合うだろうなと思って、まあ、辛みとね、そうなんですよね、かけていきます。これはですね、はい、うまうまということで、想像絶するうまさでした。これあそうめちゃくちゃ美味しい。もうこれ一言で言ったらね、うん、やらない人、うん、ハエボクシャです。そんなに本当にマジ勝ちに行ってエース切れるよエース切れる。もう敗北者ですね、うん、はい、まあ最後ね、もみのりと追いももやを、ね、いいアレンジをします。なるほど。まあクッパみたいにね、あ確かに、してこれね、ちょっと卵をね溶いて上からかけて、うん、本物クッパみたいにしても絶対美味しいでしょ。あ、はいはい、ただこれ千葉発祥なんですよ。千葉発祥です、はい、はい、千葉発祥、熊本も関係ないんですよ、はい、東京発祥の二郎が組み合わさるという東京と千葉のコラボですね。はい、三鷹なんですよね。三鷹ですね。でアリラン、アリラン、すごいなっけね、要素が多い、要素が多い。しかし83.475です。はい、おめでとう。同時期にですね、いろんな YouTuber が、まあ、鈴木さん食ってる、食べたり、含め頼んだり、すするさんも食べたり、あ、そうなんだ、してるんですよ、はい、なので今本当に大注目の店です。あ、油についてはちょっと僕もっと増したいんで、うち店舗行きます。後々、あ、ね、後々には三鷹行きますんで、その際は行きますか。あーね、機会があればね。それがちょっとアリラン超えちゃうかもしれないです。挑戦で、いや、三鷹からうっかり先にそっちを試してから実際超えられるかどうかを食べる。うっかり、僕やった人いないの、うっかりそこまで行く。じゃあアリラン陶芸調べましょう。つい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 しかも三鷹で食すからな。そしたら先じゃパスポートだから。いや、なるほどね。うーん、別です。おいしです。Thank you.